フランスの貴族人、1774年、明治時代の日本の貴族院を描いた絵画、近代日本の貴族制度である家族が貴族院議員のうち一定数を構成した。貴族制は少数の特権的な貴族が支配階級となる政治体制のこと。対比語は民主主義など、アレストックラシーの語源は古典ギリシア語のリストとクレイシャを組み合わせた言葉で、 優れたものによる支配を意味する。古代ギリシアのアテナイでは、アリストという言葉は、軍の戦闘に立って、剣を抜く若い市民に対しての表現であったが、その後の世襲化し、特権回貴族とは、最上の人々を指す用語であり、その社会や文化で、後期、上位、優秀などと認識されている階層や階級である。貴族性は、多くの場合は、世襲によるが、 成果を上げた政治家や軍人などを採用するなど、その内容は社会や文化によっても異なる。貴族は世襲の近建政治階級を指すことが最も多かった。ただし、貴族制の歴史の重みと高貴なる義務は貴族層に対し、少なくとも建前の上では高い志からの行動を要求していた。プラトンは、 鉄人王と黄金の魂を持つ支配者階級の統治によるアリストクラティアこそが理想の政治体制だと説いた。ただし、鉄人王は最上の知識と知恵を兼ね備えた鉄人であることが求められ、階級も生まれた後に能力によって上下することが可能なため、強敵な御用では貴族政治というよりはメリトクラシーやテクノクラシーに近い。 古代ギリシアでは戦における勇敢さは非常に高い美徳であったため、軍隊は最上の者によって引きられていた。古代ローマの共和制ローマは王を追放して共和主義を掲げた共和国だが、貴族や元老院も存在した。中世ヨーロッパにおいて貴族は軍の先頭に立つことになっていたため、貴族は古代ギリシアでのエリート市民同様に、 自分たちの軍隊での役割ゆえに自らを最上で好奇とみなし、同じくエリート市民同様に奴隷を持てる特権階級となっていた。その好奇さ、最上差は教会が保障していた。フランス革命の主な原因として伝統的な貴族性がもはや最上のものによる支配という理念を維持しがたくなってしまったことが挙げられる。ルイ14世時代の軍隊の近代化で、 貴族はもはや軍の戦闘に立つ必要がなくなり、完全に安全地帯から部隊を指揮するようになっていた。危険を犯す伝統的な監修を放棄した時、伝統的な特権も維持するのはもはや困難となった。フランス革命では、貴族は果たした役割でなく、実態として生まれによってその地位を得た特権階級という面が強調され、このような不要な階級は、 信仰のブルジョアやリベラルな一般人の敵とされた。以後、貴族という言葉は、生まれながらにして前線で戦死する機会を主張する人々のことではなく、生まれながらにして贅沢や特権を主張する人々の象徴となり、本来の意味からは遠くなってしまった。貴族性に対する闘争は、フランス革命後の反動期にも続き、特に、 欧州全土で起こった1848年革命においては非常に激しいものがあった。ヨーロッパで貴族性がいつ終焉したかは異論があるが、大体第一次世界大戦の終わった1918年には貴族性は民主制にとって変わられ、以後貴族は実体的な権力のない社会の飾りとなっている。イギリスその他ヨーロッパ諸国で世襲貴族などを認めている国では貴族は およそ7000家族の世襲貴族の末裔のことを言い、今なおそれなりの富を通常継承している。サウジアラビアなどの絶対君主制では、今でもかつての武人らの末裔が貴族となり、富と権力を独占しているような国も存在する。アメリカ合衆国その他、世襲の軍人階級のなかった国では、貴族は、もっぱらスタイルの面でのみ使われている。大抵の場合、 貴族的とはスノップな趣味を追いかけるリッチな人々を指す否定的な言葉だが一方では貴族的という言葉は優雅なライフスタイルと強い義務感を合わせ持つ人を指すこともある。ありがとうございます。